おはようございます。チルト、回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。さっきね、部屋の掃除機かけてたんすよ。掃除機かけてさ、まあね、やっぱこの前の動画も言った通り、まあなんか、今いつかちょっと掃除機のがしやがんなーって思って、さっきね、ふと思い立ち、開けてみました。地獄です。さすがにその掃除機の画像出さんけど、まあ地獄だったよ。なんかね、もう埃うわーって掃除機はすでに限界集落でしたわ。もうね、そういうとこ行けない。こういう性格って良くない。掃除機かけるはええけど、掃除機も時々ちゃんと掃除しないとね、普段ね、見えないゴミでも固まってるもんだなって。でもよく考えたら不思議っすよね。普段見えないゴミ吸ってもないんですけどさ、掃除機一切開けてみたらさ、めっちゃ固まってるもんな。どっから出てきたの？今回は珍しくね、おしゃれ着を使いたいと思います。おしゃれ着って言いますら、まあ下にポンって出しとくわ。うん。で、今までの動画では、基本的に僕はおしゃれ着をつけてないんですよ。まあ、一部とこもあるんですけど、どこまでつけてたっけ?220 あたりから外してんのかな。はい。で、今回はね、あえてつけます。つけるのがこちらですね。天使の羽。攻撃回数5。自分ということなんですけど、モンスターマスターとかの場合、真ん中のモンスターだけが適用される。ね、自分って書いてあるのはもう真ん中でって覚えていただければ大丈夫です。はい。攻撃回数が 5% 上がります。強い！で、これを使って、今回とあるね、チームで行きたいと思います。いざ、言ってみよう。ちょっと今回ガチかもしれんわ。魔獣の爪、魔法の盾。そして、ね、防具に三河足の服を着た武闘家で参ります。ちょっと今回ね、やばいよ、これは。お供はドラゴン系メタルハンター、武闘家のお供としてはね、もう普通に最適解が出てきました。うん、ガチだね。まず皆さんに、ちょっと武闘家のこのシステムをちょっと理解してほしいんですよ。なぜ今回こういうおしゃれ着を着て、なぜこういう構成だったのか。その理由をまずね、なんか近くない？君。ね、聞いていただきたいんですけど、まず武闘家というのは回数が高いっていうのはもう皆さんご存知だと思います。はい、周知の事実ですね。で、ここにですね、まあ、相性でね、回避率がさらに上がって、まあ、この時点で回避率はね、30% 弱となっております。28% くらいかな？はい。さあ、やっぱ早いね、十字剣せーの！はーい、よいしょ！勝ったー！怒りの魔人勝ったー！怒りの魔人はとりあえずね、ちょっとかませ犬感出てます。ちょっとかませ犬です。ごめんなさいね。まずはね、かませ犬なんで。かませ犬とかかませ犬じゃないとかそういう以前にさ、怒りの魔人が吹っ飛んでいくんだけど。で、回避率の話の続きになるんですけど、ここからですね、三河足の服を着ることにより回避率が上がります。体感ね、10% ぐらい上がります、なんと。すごくないですか？ 10% 上がるんですよ。勝った。メタハン勝った。メタハンが硬いのか、怒り魔人が弱いのか。メタハン硬いね。メタハン硬いんだよね。メタハンが硬いんだか、怒り魔人が弱いんだか。三河足の服は、回数が 10%、12% だったかな、はい、上がるんですよ。もうこの時点で武闘家の回避率は 40% ぐらいになってます。恐ろしい話ですよ。40% の武闘家ですよ。さらにですね、ここのから、もう皆さんちょっと詳しい話になってくるんですけど、武器カードあるじゃないですか。いろんな武器。武器でも、耐性とか、属性耐性とか、回避率も変わってきます。何が言いたいか分かりますか？魔獣の爪っていうのは回避率が上がるんですよ、さらに。ここでさらに魔獣の爪によって回避率が上がってるんですよ。全然いかないけどね。絶対ブトガリ行ってくんないわ、怒りの魔獣が生地バカなために。そろそろね、ピロリよ。なんで全然違う。全然行ってくんねえじゃねえか、バカタレ。バカタレ全然行ってくんねえじゃねえかよ。もう分かりますよね。で、天使の預けたんですよ。体感回避率。45% でお送りする、今回の武闘家チーム。45。もう大体45ぐらいかな、うん。あ、いや、マジの爪入れてさ、んで、テンションあるでしょ ?45% 足す 5%、もう 50% じゃないですか。めっちゃ受けんじゃん。一回も受けてないけど、この勝負。普通に武闘家してたけどさ、大体まあ 30% ぐらいの回避率に悩まされる人が多いのにさ、武闘家ってさ。さらにこっからおされ機とかを含めて 50% ぐらいの回避になってるってもう恐ろしい話ですよね。ねえねえ、それはやばいって。なんで、武闘家に攻撃が行けば、もう半分ぐらいの確率で避けるってことですよね。はい。
これはなんでこの発想に至ったかっていうと、この前何回かね、実況させ、何回かね、オンラインの大会にちょっと実況させてもらって、いろんなチームを見てるんですけど、あ、よけよ、おい、おーい、なぜや、ここからよけます。あー、コドランだった。え、でもコドランよけた。コドランよけてどうすんのよ。バトマスは賢いんでね。はい。はい、来たー、やった。はい、ドヤ顔だけど受けられてますよ、君。で、まあ、その大会見た時に、おしゃれ着はやっぱ大会だと、オンラインの大会だとみんなつけるじゃないですか。それで思いついた、まあ、学んだ発想ですよね。あ、そうだ。おしゃれ着入れてさらに回避を上げるんだって。まあ、僕のね、まあ、もちろん分かっているけど、そこまでの発想に至らなかったっていうね。だから、プレイヤーから知識を得た。さあ!50%! なぜ避けない 50%! 50% 避けないとダメ。50%! 本当に 50% かこれ。あれでも計算上50だよね。計算上 50% 弱です。さあ、バズズに行けば大丈夫、大丈夫、大丈夫。ああ、いやいどういうこと？うん、どういうことだ？おかしいな。なんでおめえが避けんだよ。おい、なんでおめえが避けてんだよ。普段避けねえやつが避けてさ、こっち、避けそうなやつが避けないのやめえや。避けます。おい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 。ちょっと待って。俺、動画と違うんだけど。あの時見た戦いと違うんだけど。あー、やばい。やっぱり。やっぱりか。メタハン、このチームの関係上、判断力の関係上、あー、狙われるのはコドランだの？あれ？コドランだった狙われたの？あーあー嘘でしょ？え、嘘負けんの？え、そんな簡単に負ける？え、あれ？え、嘘負けんの？避けます。避ける、避ける、50番、せーの、はい、ピロキ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 ロン。おかしいな。あれ計算上 50% で魔獣の爪は避ける。魔獣の爪回避率上がるし、見返しの雲も避けるし、避ける装備なのに、うん。で、武闘家でしょ、で、相性も入ってるんですよ。50% ぐらいでしょ、なんで避けないこんな。むしろ避けたのアトラスじゃねえか。アトラスも避けてんじゃねえか。おいおい、どういうことだおい。このゲームどうなってんだ。まだこっから。でも怒涛の回避ありますからね。ガードしなくていいよ。判断力の関係上、基本的には武闘家に行きます。まあ、打撃耐性あるね、ドラゴンキッズやメタルハンターはね、うまいことバトルマスターやバズズはかわすはずなんですよ。んー、なるほどね。バズズに行かないと大打点だね。ここで返していく。いや、返せない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 。あー、でもどうなんだ？これはでもね、武闘家、こういう時に限って武闘家ピヨるんだろ。ピュン！ピヨリ！よし！まあ、モンバトの使用上、単体攻撃が基本的に結局強いじゃないですか。回心も狙えるし。まあ、全体攻撃の時はね、ゆっくり詰めるために、もう詰め将棋するためのパーツとして考える。まあ、または全体攻撃しかないやつがいますけど、まあ、だから単体攻撃をね、基本的にモンバトはね、使うんで、回避率のね、50% くらいするっていうのは理にかなってますね、本当に。いや、避けましょう。ここも避け、ワンチャンな！避けよう！避けろ！うわぁ、当たってない。あ、避けて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 、50%、死ねー！なんで避けへんの？オーケー、オーケー、分かったよ。もう、勝たせに行くわ。獣2体でしょ？物理物理でしょ？うん、うん、大丈夫だ。これだったらいける。これはいける。まあ、結局ね、さっきのちょっとテヘペロ感当たって、2回通行受けたのはちょっと厳しすぎたね。よりによって高速切りがさ、通行になっちゃったからな。ちょっとそれはテヘペロって感じですよね。はい。なんでね、まあ、ちょっとね、今度はね、相手がね、まあ、こういう感じなんで、獣人剣というね、獣特攻という強みを生かしてね、ガシガシやっていきたいと思います。よろしくお願いします。魔界獣お前、そんなの来ました。もう回心図めちゃくちゃ高いよね。なんだかんだ。武闘館回心図もさることな、なぜだ。なぜだー !90! な、でもデインはデスゴーゴンに大打点。そっちそっち行くのデスゴーゴン狙ってね。ちょ、打点が出ない、打点が出ない。ここからの攻撃を、武闘家に飛んできた場合、避けないとダメージですね。負けることになりますね。はい。あ、避けましょう。せーの、ビロリ、ノーン。
おかしいな、俺他のおしゃれ着とか使うと回避率が下がったりとかあるんですけど、今回天使の羽しか使ってないよ。いや、メタハンよけてんだけど。メタハンってよけるモンスターだったっけ。ダースドラゴンは武闘家でやるでしょ。はい、よけろ。はい、おお。避けるはずなんだって、三河市武道館相性を、マシマシでしょ？避けるんだって。だって、大会見たもん。あ、ここいた！よいしょ！よいしょ！大会で見たよ、この構成で避けてんの。なんで僕が使うと急に避けへんくなんのや。でも今の獣人剣で一瞬にして取り返したんだけど。獣人剣で一瞬にして取り返したんだけど。おお終わったじゃん。勝ったじゃん。勝ったじゃん。ダメ押し。じゃあダメ押しの回避しましょうね。はい、ダメ押し回避。よしよし。普段の回避より明らかにさ、今までの動画だと 10% とか 20% とか、そんなんでさ、ピロリ喜んでんの。あー、心ちゃった。だからさ、今までのさ、動画さ、10% なの 20%、そんなんで回避しようと思ってた。僕は間違ってたの。50% にしたんやで。その割には全然起きないけどね。なあ、まあ、でももうさ、何があっても勝ってるじゃんか、これ。もうさ、勝ちだもん。ほら、獣人剣でもうさ、狙って勝ちだよ。はい。おたけびを受けて、倒すよいしょー、あれーえ、あれお、あれ ?248。獣人剣っすよね。017。101! 打点出なさすぎ。まあ、でも、デイに勝ち。あ、ほら、勝ったわ。こっちがあまりにも相手に恵まれすぎでしょ。これはひどい。よし、でも勝ち癖ついた。勝ち癖がつきました。この場合ですね、呪文はもう避けられないんですよ。武闘家のね、厳しいとこって呪文を避けられないとこ。武闘家自体に呪文が当たると厳しいっていうのがあります。まあ、ただし、今回の場合には、バギマに当たってはね、全体呪文ですし、まあ、デイン、ピクシーのデインはメタルハンターに、まあ、メタルハンターとしてにこう、どっち勝ってもダメだな。はい。何が一番怖いかっていうと、あのフールストライクです。あの魔法使い、フールストライク持っています。フールストライクをいかに避けれるかも大事ですね。はい、11件、よいしょーよし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 。さあ、打点はお互いいい感じの殴り合いになりそうです。さあ、フールストライク。そして、フールストライク、避けましょう。よいしょー、よし、うまいこと、プーって受けてんのよ。ピロリピロリ。バギマはね、でも言うてね、大丈夫でしょ。武闘家が一番食らうかな。100ぐらいは飛んでくかな。ああ、まあ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 、230程度に抑えてます。デインがメタルハンターに飛ぶと300打点出ます。まあ、ピクシー結構適当なんでね。なあ、ごめんなさい。言うた直後こうなったわ。連続ブレス打点出るかな。いや、出ないな。魔導士のローブ着てんもんな。ああ、まあ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 って感じか。はい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 。意外と出たね。さあ、041。よし、やってーの。いいよ。普通にいい戦いになりそう。普通にいい戦いになりそうな気配さえしてきたよ。互角の削り合いになりそうですね。さあ、獣人剣。魔獣の竹はもちろん決して弱い技ではないんですけど、このパーティーの場合はね、ダメージレースに圧倒的に勝つっていうイメージの方が強いから、避ける感じで。さあ、デイン。まあ、こいつ適当なんでね、大丈夫でしょう。おお、やっぱそうなのか。武闘家271は結構食らうな。ピクシーの賢さそんな高くないからね。やっぱデインが強いんだな。武闘家単純に、おお来た、これでかいね。一番食らう主人公は魔法盾ガードしていく。さあ、フールサイク、ピロリチャーンス。よいしょ、よし、避けてる。 50% 回避、生きてます。生きてる生きてる、だいぶ生きてるよ。普通に削り合いになってんな。いやー、デインも出ねえな。ダメージレース結構互角なんだな。でも、魔法色と、魔法色だから、あはーはーはー、忘れた。忘れたよ。そうだよな。普通そうなるよな。さあ、こうなるともう削り合いになります。こちらの勝ち筋、パフパフで止めるということができます。ま、相手は男なんでね、せーの、ダン、あれ厳しいなぁ。采配ミスか、采配ミスなのか。でもこのターンちゃんと受ければ次のターンにつなげることはできそう。さあ、十字剣いけ。なあ、何してんのねえ、主人公お前な、何してんの本当に。
本当に何してんの。ああ、誰かやったのか分かんないけど、ああ、メタルハンターか。じゃあ大丈夫。いや、厳しいな。このフルストライク、避けろ。いや、お前かい。お前かい。避けた。コドランの方がよほど賢いな。ちょっともう厳しいんだけど。こっちが結構ポカやらかしてるとね、厳しいね。厳しいね。まあでも、武闘家は早い。だから、こっから会心ポンポンって出してさ、一気に勝てる可能性だってある。勝てる可能性あります。このまま決着がつくっていうような、今のゲームはそうだけど、このゲームはそうじゃない。見せるしかないぞ。見せるしかない。武闘家、ここで一気に会心でね、打点を取ることだって、可能でしょう。せーの、あ、よいしょー、ナイスナイス。さあ、続くか、続くかな。いや、避けます。ね、コドランと、似た避け、似た避けしよう、にょーん、ブー。死んだんじゃないの。まあ、そりゃそうだね。正直なんか、八百長以外で勝ててない気がするんですけど。今のところなんかさ、互角の勝負だな、みたいなチームの時にさ、毎回負けてんのは一体何なのか。そして来ました。まあやっぱ来ますよね。はい、来ました。レジェンド魔王、なかなか強い。はぁ、ゴンの登場です。なかなか強いって肩書きどういうことやね。レジェンド魔王に勝つ術は、意外と単純です。つばぜりができない仕様のため、光の玉などを使って3ターン以内に勇気を貯める。3ターンで勇気貯めるのが一番理想ですね。というか。はい。なので、光の玉使って3ターンで勇気貯める。つまり3ターン耐えることができれば、勝ちは結構見えてきます。まあ、武道みたいな悪夢持ったりするね、害悪野郎は、もうちょっと変わってくるんですけど、話が。さあ、獣人剣はね、バズずに打点も取れるんで、いい感じの打点なんじゃないかい。あー、もう問題外。ゴミかす。ねえ、なんかさ、今日さ、主人公が受ける、ね、今日の動画っていうのはね、今日の動画のメッセージというかコンセプトっていうのがあるんですよ、やっぱ。今回は、三河市の区期待武道家が 50% ぐらいの回避でポンポン避けますよっていう動画なの。メタルハンターだな、トラスのわけわけなんですよ、ポン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 避けやがってさ。何事かなと思うんですよ、これ。はい。いかないね。判断力が賢い相手だったら武闘家狙うんだけど、判断力あんま良くない奴は誰でも行くからね。さあ、3体の、おお、結構、よし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 、OK よ。3体内勇気を貯めるっていうのでも、早ためであるね。早ためするっていうのもね、かなりね。避けよう、よし、でかい、これでかい。イオナズはどうしようもない。ただ、コドランとメタハンが防いでくれる。ただ、主人公150ぐらい行くよな。おー、ナイス、それはでかい、でかいね。でかいね。会心出して勇気の早ためしないと、4ターン目まで待ってたら、向こうのマリコまで溜まっちゃうから、3ターンで行きます。あって、バズズに行った、せーの、はい、よいしょ。あれ？え、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 あれ？あれ、バズズってさ、え、何が起こってる？え？避けろ！あ！へぇー。バズズって獣系じゃないんだ。ハーゴンチームの時。ちょっと知らなかったわ、それは。ピロリ！あー、食らった。やばい、今ので流れ変わっちゃったかも。バズズに行って、やったと思ったんやけどさ、バズズか獣系じゃないわ。ハーゴンの時だけ。お！メタハン！でかいね。光の玉でもう、剣内入ってるかもしれない。次。次のターンに、うまいこと避ければ勝てる。大丈夫、いける。いや、バズズマジか、お前。バズズお前マジか、獣系ちゃうんかい。どういうこと？やばい、ガード。150やっぱ飛ぶよな。いやー、このターンに、光の玉使えば勇気が溜まるんですよ。向こうの攻撃を避ける、または魔獣の竹部屋発動して、バズズなどを止めればワンチャンあります。でも今んとこね、いい感じに避けてはいるから、ちゃんと。水準くらいに避けてる。さあ、こっから。魔獣の竹部か獣人剣か、お、いいね、そっちに、もう獣人剣どうせ、いけ、魔獣の竹部は強いぞ、どうだ、よし、でかいでかい、これは、でもこれはもういったんじゃない、これはいったんじゃない、いいよ、最後の最後に大快挙なしていいんじゃない、
最後の最後に大海峡大打点行くか。あとハーゴンとベリアル次第。ハーゴンベリアルの技をかわす。ベリアルはかわせないけど。でもこれハーゴンの技でも痛恨じゃなければ大丈夫だと思うけどな。痛恨だったらやばいね。さあ、来るぞ。誰だ。いやー、コトラン。なあ、いやー、これは勝った。よし、行ったわ。やったわ。いや、でも、ピロリなかったら負けてんだな。ダメージ見れば。あ、でもよくやった、よくやった。でもね、俺ね、一つだけ疑問あるわ。あのさ、なんバズズ獣じゃないの？ハーゴンセーバーいたす。ハーゴンセーバーいたすと言わんばかりに3人で行きました、こちらも。よく勝った、よく勝った。危なかったけどね。魔獣の焚き火で止めなかったらやばかったか、ってか。俺、バズズの、うん、そうだね。でもさ、俺ね、もうね、もうちょっとね、なんていうかな。もうちょっと回避できなかったの？俺が使ってもダメか。